現在全国各地で記録的な降雪が観測されている中、総理は今月初めに続き2回目の大雪対策に関する関係閣僚会議を開きました。今後も降ることが予想される雪害から国民生活を守るため、この冬における大雪への対策を平成24年大雪対策として取りまとめるべく、関係閣僚の皆様にお集まりをいただきました。これまでに政府は今月2日に総理から出された人命救助を第一に災害応急対策に全力を挙げることなどの指示に基づき、3月分の特別交付税の前倒し交付、社会保障整備総合交付金の追加配分、国道の除雪費の追加配分などを行ってきました。今回の大雪によりまして、これまで亡くなられた方がすでに100名を超えるなど、甚大な被害が各地で発生しております。本日は精力的なご議論をお願いしたいと思います。今回議論した平成24年大雪対策では、大雪対策で逼迫する地方公共団体の財政へのさらなる支援として、除雪費に対する3月分の特別交付税措置、予備費の活用などを決定、さらに除雪体制の確保、生活支援策などにも取り組むことにしています。平成24年大雪対策は各省庁が講じるべき対策の基本方針となるものであります。今後この基本方針に基づき、各閣僚の皆様におかれましてはリーダーシップを発揮していただき、緊張感を持って対応をするよう改めてお願いしたいと思います。